ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発西が坊ちゃんスタジアムのマウンドに上がります。小宮山さん、様々なタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプです。打った、高く上がった、ライトが下がっていく、下がっていく、いやインサイド。バッターは2番に入っている浅村。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。ファウルです。打ちました。センターへ打球伸びる。打順は3番吉田。ワンアウトになっています。ファウル、ワンストライクです。引っ張った。バッターボックス中村、ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。インサイド落ちました。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そして鈴木が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球は何で来るか。初球空振りです。インコースを落としました。大きく外れました。打ちました。バッターは2番に入っている丸。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは千賀、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう。いいところへ決めてきます。ストライクです。ボールになります。次が3球目、縦の変化球持ってきました。ワンボールツーストライク。落ちるボールはこれは外れています。三振になります。スリーアウトチェンジ。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスには指名打者の鈴木。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。2球目打ちました。バッターボックスは6番ビシエド。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ナイスボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。3球目は何で来るか。打ちました。バッターは7番に入っている山本。ツーアウトランナーありません。大きな打球、得点。さあそしてバッターボックスには小林が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあここで追加点が入ってもぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですよね。ジャイアンツ追加。
ターは岡本。ジャイアンツリードで迎える最終回です。際どいコースに送ってストライク。この球は落としましたが決まりません。スライダーが決まります。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。バッターボックスビシエド。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。インコース詰まりました。バッターボックス大山。ツーアウトになっています。バッターボックスには代打の福留。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。バッターよく見ました。引っ張った。これで3アウト。試合終了になりました。なんとなんと見事な完全試合を成し遂げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。終わってみれば先発